はい、おはようございます。久保です。えー、ご質問いただきましたあ。返信をこの動画でさせていただきます。 えー、そうですね、吉谷さんと同じようにトラブルに巻き込まれた、まあ、全国でね、この台風によるトラブルに巻き込まれた方って結構多いと思うんですけども、トラブルに巻き込まれて、なおかつね、太るって方、あんまりいないと思うんですよ。で、私もトラブルに巻き込まれて、そして、えー、肩をね、怪我して、だからこそ、この瞬間を学びとかアウトプットに変えていくわけなんですけども、吉谷さんもね、飛行機が止まったからといって、そこでね、終わりじゃなくって、飛行機が止まったことをまさにね、武器にしてるわけなんですよ。で時をいつにしてあのー、今ね NHK から国民を守るといわゆる N 国党の立橘隆さんって方も同じような発想なんですよね今あの被疑者になってるわけですよなんか恐喝か脅迫で、えー、訴えられて、えー、今ね被疑者になってるわけなんですけども被疑者になった瞬間にやっぱりねテンション上がってきていやこれで有名になるぞみたいなこと言ってるわけなんですよそうなんですよね、えー、テレビとかメディアとかスポーツとかねそういうところであの N 国党の立花氏が あーなんか事情聴取されてますみたいな感じで悪役みたいにね書き殴るわけですよでそれを狙ってもう立花さんもやってるわけなんですよねこれすごいなと思いますよねで立花さんはだからの地上波が全然取り扱わないことを、まあ、ずっと、えー、戦略を練っていたわけなんですけどもこれは取り扱ざるを得ないといけないだろうみたいなネタをやっぱりこう作ってくるわけなんですよしかもその攻め方がすごくって今回脅迫かなんかでね、えー、被害届出てるんですけども脅迫って っって言って言もですね、誰かに何か例えばナイフを突きつけたりとかお前金を出せって言ってるわけでも何でもなくってあの正直に話しななさいいよよ。っっててう風に言ってるだけなんですよ、うん、しかもそれは国会議員に対してですよねあの国会議員として市民の皆様に約束をして当選したのにその約束したことを全く守らずに無視してるわけなんですよ国民とかあ党首を。 でこれに対して、あなたはあの申し開きをする、その責任があるんじゃないですかっていうのが、もしね、脅迫なんだとしたら、もうね、あの、むちゃくちゃやってる政治家さんに誰も文句言えないってことになっちゃうんで、これがもし有罪になったら、もうね、あの、この国は終わりですね、ということを訴えかけてるんじゃないかなと思います。まあ、これはまた別の話をしましょうね。えっ、ー、とー、YouTube アップロードするのにすごい時間がかかりますって書いてましたね。5分の動画で30分はかかりすぎですよね。で、モバイル Wi-Fi でもこれかかりすぎですね。 これおそらくね、動画の拡張子が悪いんだと思います。で動画の拡張子を変えてみてください、えっと。やっぱりね、5分の動画は5分以下ですよ。うん、で、30分かかるものは今は私ありません。えー、例えば、1時間の動画でもあの30分はかからないですね。まあ、私、パソコンのスペックもいいんで、 64ギガですしね、Core i9 っていうのを使ってますんで、多分ね、こう日本の中で民間の普通の人が購入できるパソコンの中ではトップレベルだと思うんですよ。そういうね、なんか7、80万かけたパソコンなんで早いっていうのもありますけども、それにしてもね、ちょっと遅すぎますんで、 うーんあとはね、CPU の問題じゃないかなと思います。インテルの Core i5 とか7でしたらこんなにかかんないと思いますんで、そちらの方をね、パソコンをどんなものを使ってるのかなってこともちょっと教えていただければと思います。えー、これが私の考えてる原因かなと思います。私も最初お金がない頃は、2013年なんてモバイル Wi-Fi1 個でやってましたからね、それでも動画のアップロードってのは3つ4つ同時にできてましたんで、それがモバイル Wi-Fi が原因ではないと思いますよね。 はいでネット環境は私、光ですし、いろいろあります、光の他にも。あの私の場合、アップロードができなければ、もう致命傷なんですよ。アップロードが絶対できる環境にしています。でもし、自宅で何らかの状況でアップロードができないとしたら、私はね、インターネットカフェに行ってやるぐらいまでのことは辞さないですね。えー、あとあの、動画を誰かに送って、その誰かにおあアップロードしてもらうみたいな感じです。 あとクールピクス S6900 について質問なのですが動画をパソコンに取り込む時は有線でつないだ方がいいですかメモリーカードに記録してパソコンに取り込んだ方がいいですかということなんですけど私はメモリーカードに入れる方が好きですね。 えー、アクセスが早いいんんででもうコードもバチバチチ使わないようにしてるんですよこのメモリーカードをパソコンの周辺機器に挿せばいいようになってるんであのケーブルがいっぱい、ね、デスクの上に並ばないようにしてるんですよ。まあ、そういう意味で私の場合は、えー、S6900、ね、これはあの SD カードでやっていますでちなみに、えー、クールピクスの S6900 またもう一個来たんですよで今日もう一個来ますだから合計3個になります今度こ,この度で1個壊れて2個買ったみたいな感じですよね、えー、今回の返信は以上です今日も頑張って